作業場からこうやってベンツをね出すときに、ここに手すりがあるんですけど、こっちにも手すりがあって、ここに車ぶつけちゃいました。で、そのぶつけたことでバンパーが壊れました。あとボンネットも、フェンダーとボンネットもこれやっちゃいました。最悪。ちょっと今からフロントバンパー外します。はい、バンパー直りました。右側のなんかこいつが外れてました。裏側からこのなんかレインレールみたいなやつが止まってるクリップが3箇所外れたことによって、このバンパーが、まあ、ガバガバになってたんですけど、付け直しました。で、しっかりと止まりました。こっちはまあもともと大丈夫で、これとこのパーツが分離されてたってことですね。このクリップが外れたことによって、幸いこのクリップ割れてなかったんで再利用できました。じゃあもう一回車にこれつけます。これ通さない。ここにはめる。これは任せ。よいしょ。はい、バンパーの復旧が完了しました。なんとかこのさっき、今日ね、本当に今日ホヤホヤなんですけど、今日ぶつけたところ、さっきまでガバガバやったところが治りました。いやー、よかった。あとはここだね、この、削ってしまったところ、もうえぐれてますね。塗装も剥がれてます。ここはもう再塗装です。だいぶやってますね、これ。もう完全にもうめちゃくちゃ傷ついてます。最悪。もうオーバーフェンダーまでいっちゃってますね。まあ次回はここの補修ですね。頑張ってやっていきます。とりあえず今日はね、今回はバンパーが直ったんで良かったです。まあちょっと最初落ち込んだんですけど、なんとか、まあ、そこまでバンパーに関しては大事に至ってなかったんで良かったです。まあそのうちね、ちょっとバンパーも飛び石傷がひどいんで、まあブルーブラックで塗装したいと思います。もう一回ちゃんと時間あるときに外して、ちゃんと綺麗に補修して塗装できたらいいなと思います。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。